熱狂的ファン30人が巻き起こす、戸部空港事件の真相。戸部、メンバーのファン熱狂、その影響力とコミュニティのつながり、熱烈なファン愛が時に法を犯すまで発展する、やらかし。昨年、YouTube 動画のロケで訪れた養殖店が特定され、電話回線が麻痺するという一幕があった。今回、戸部の滝沢秀明、三宅建て、そして金プリを離れた、ナンバー、愛の平野信用。 神宮寺雄太、岸優太が羽田空港に到着すると、その熱狂ぶりは一段と増していた。戸辺は、23年春に滝沢秀明が設立した、株式会社戸辺によって新たな風を巻き起こしている。三宅、北山博光、平野、神宮寺、岸が所属し、平野は、ナンバー、愛としても活動。特に平野は、ルイヴィトンとのパートナーシップを発表し、ファッション界でも注目を集めている。 トベが始動させた YouTube ライブの配信番組、トベ版では、同時視聴者数30万人を突破し、アーカイブ視聴数は320万回を超え、世界中で注目を浴びている。一週間前にトベメンバーがホノルル行きのフライトに登場する情報が広まり、出発ロビーには約30人の熱狂的なファンが集結。一部のファンは騒ぎを引き起こすが、 メンバーは通常のルートとは異なる特別な入り口を使用し、混乱は回避された。しかし、その一件が今回の緊張感を一段と高めた。到着の瞬間、羽田空港のロビーはファンたちの期待感とスタッフの緊張感が交錯する場となった。パーテーションが設置され、関係者口から出口までのエリアが制限された。反流アイドルが来日した際の騒動を受けた対策として、空港側はこの措置を取ったという。 しかし、ファンたちはパーテーションに飛びかかり、小競り合いが始まるなど混乱は避けられなかった。ファンたちの興奮冷めやらむ中、飛べのメンバーは巧妙にパーテーションをかいくぐり、関係者口へと消えていった。その様子を見逃さないよう、ファンたちは一斉に外へ飛び出し、立ち入り禁止の札を無視して関係者専用駐車場に殺到。数分後、彼らはスマホを手に戻ってきた。果たしてその画面には、 彼らの推しの写真が写っていたのだろうか。しかし、一部のファンの行動には一般の乗客も唖然としていた。空港でのファンの暴走はすでに日常茶飯事となりつつあるが、その行動が他の人に迷惑をかけている状況に、一部のファン以外の戸辺の支持層はどのような感情を抱いているのだろうか。過去の例を挙げながら、 ファンの行動がアーティストや関係者に迷惑をかけることが少なくない中、トベがこれからどのような対応を取るか、そして一般の人々の評価がどう変わるかに注目が集まる。一部のファンの暴走が、アーティストやコミュニティ全体に与える影響とは一体何なのだろうか。トベのメンバーは成功を収めながらも、一部のファンの行動がアーティストとしてのイメージを損なうことなく、ファンとのバランスを保つ難しさに直面している。 ファンの期待とアーティストのプライバシーの間で揺れ動くトベ。果たして彼らはどのようにコミュニティとの関係を築いていくのだろうかそれを見守るファンたちは、トベの活動に対する独自の意見を持っていることだろう。